あ、じゃあ。プロアクションリプレイ使って、不思議ラメ99個でレベル100レベルまで持っていく、ポケモントレーナー、大体、商売。なんか、そういうやつ、性格も全部終わってる。はい、皆さん、こんにちは。お盆休みでおばあちゃん家に帰ったら、おばあちゃんの家でしか見たことないお菓子いっぱいある。はい、皆さん、こんにちは。お前人生半分損してんでっていうやつは大体人生おもんない。はい、よろしくお願いします。改めまして皆さんこんにちは、つばさです。そしてどうも、今日です。久しぶりの、はい、よろしくお願いします。そしてカルちゃんおります。はい、よろしくお願いします。ということでですね、本日は重大発表ということでですね、私のブランドエールジャパン、そしてフレッシュキャップとのコラボによるポップアップショップ開催することが決定いたしました。ゲストお呼びしたいなと思います。どうぞ。はい。はい。はい。疲れてんの。はい。改めまして、エディです。はい。フレッシュキャップ。はい。そしてラペル。はい。はい。よろしくお願いします。ということでですね、今までね、フレッシュキャップとね、僕と一緒にポップアップショップ、はい、何回かやったことあるんですけども、今回は初のですね、フレッシュキャップとエールジャパンのコラボレーションによるポップアップストアをね、2023年8月の27日の日曜日、はい、1日限定で開催させていただくことが決定いたしました。久しぶりやね。なあ、久しぶりやね。どうやで。久しぶりちょっと時差ボケ入ってるやろ。ガーナから帰ってきて。そうや、3日前ぐらいにガーナから帰ってきて。そうだ。な、何時間あるの時間。18時間。まあ、飲みたいことないや。今は大丈夫。まあ、大丈夫。まあまあ、そんな感じですね、はい、久しぶりにですね、エールジャパン、そしてフレッシュキャップでね、コラボによる初の、ポップアップショップを、開催することになったんですけども、早速ですね、ポップアップショップで、発売するですね、商品ね、本日ご紹介させていただきたいと思います。これは、この限定商品ですよ。限定商品ですよ、もちろん。うわー、暑いね。暑いよ。暑いね。久しぶりにちょっと松本さん入ってないか。いや、暑いね、これね、だってね。最近エールジャパン買ってないじゃん。あー、俺、エールジャパン、エールジャパン買わへんよね。どこの買わへんやったっけ。サブルやね。やっぱ、あれやね、久しぶりに出てきても完璧やね、このじゃあ早速ね、見せていきましょうか。イエイ。はい、じゃあエディとラペル、はい、見せてください。じゃじゃん。はい、じゃじゃん。じゃじゃん。はい、ということで、いや、素晴らしい。いろいろ紹介していきたいんですけど、まずはこちら、フレッシュキャップとですね、私のブランドエールジャパンと、コラボによるですね、まあ今僕も、ちょっと着てるんですけども、 SSD エディ&ラッペル、はい、素晴らしい、はい、こんな顔だけのデザイン、ナルトでしか見たことない。ナルトのね、おかげの岩みたいな感じ。珍しい。めちゃめちゃかっこいいね。これはバックプリントで、僕が今、これ実際着てるんですけども、フロントは、左胸にフレッシュキャップとエディとラッペルの顔が書いた、プリントがついてて、バックプリントが一応こちらになってるんですけども、うん、そしてフレッシュキャップで、下にはプロダクトバイエールジャパンと、はい、レプレゼントエールジャパン、エールジャパンで作らせてもらったんですけど、どうかな、白と黒今回2色ご用意させてもらったんですけど、結構白はなんかこう、うん、ザって感じやん、うん、ザベースロゴって感じやんやけど、うん、黒も結構良くない、うん、このちょっといいですね、映えるね、やっぱりね、ちょっと怖い感じ、うん、あ、まあまあそうやな、どっち、白より比べたらな、そうやろ、でもこうなんか下の短パンもすごくいろいろ工夫できそうな感じやね、そうやね、まあ短パン、まあ言うてもらったんですけど、後でね、ご紹介ちょっとさせてもらおうかなと。ナイスパス、ナイスパス。いや、打ち合わせしてないんですよ、これ。短パンも欲しなりますね。まあそんな感じで、なんかこう白は白で、コラペルとエディの顔が結構しっかりと再現されてるんですけど、黒は黒でね、ちょっと怖いような、うん、またこう白と全然雰囲気が違うんで、これぜひね、皆さん、2色リリースさせていただくんで、ぜひね、お買い上げいただきたいなと思うんですけども、実は今回ですね、ポップアップショップの当日なんですけども、この白黒黒白以外にですね、限定カラーの T シャツもご用意あります。限定、はい、これ知らんな。それは、当日会場に来てからのお楽しみというか、はい、それちょっと数少ないんですけど、これは行くしかないですね、はい、ということで今回3色、ご用意 T シャツさせてもらってて、ということで、続いてですね、 SSD と、続いてこちら、じゃじゃん、開けてください。はい、はい、こちらエディ&ラッペルのですね、ナイロンショーツでございます。はい、こちら、ナイロンショーツもですね、エールジャパンでリリースするのね、実は初めてなんですけど、今年スウェットショーツいろいろリリースさせてもらったと思うんですけど、今回はですね、こちらのナイロンショーツ、ご用意させていただきました。今僕実際、ブラック履いてるんですけど、どうかな、エディとラベル履きも。かっこいいよ。ライン。これあれやな、ミントやな。
ちょっと真ん中切ってサイズちょっと言うたって。サイズこれなんぼよ。これ XL。XL。ちょっとロゴも見したって。そう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 。そうロゴは黒。ラペもちょっと見したってよ。はい、言うと。ラペそのサイズは？足を上げて。L。L。そう。で僕が今黒履いてるんですけど、僕がこれ M サイズ履いててこんな感じ。いい感じね。うん、いい感じ。T シャツのどう？素材感は。それいい感じ。いい感じ。でこれ一応ナイロンなんで。まだまだね、暑いね。そうや。そう、暑いからまだまだ履けるですね。こちらナイロンショーツも一緒に。涼しい。涼しいな。前スウェットショーツ出してたんですけど、あれもね、春夏全然着用できるんですけど、もっと軽くて楽なやつ。そしてこれ水力兼用なんで、例えば、雨とか、あとはこれで水に濡れても全然大丈夫。すぐ乾く。15分ぐらいで全然乾きますし、あとは僕こういう夏ナイロンショーツ履くの好きなんですけど、もうシャンプーだろ。言ってましたね。出先で。うん、でだけでバーってシャンプーでもバーってゴシゴシしても外干し通過、うん、めっちゃ楽、めっちゃ楽、めっちゃ楽。実家があれちゃん、これすぐ乾くってことあれやな。実家が海の中にありますよっていう人でも大丈夫です。そう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 ガーナ、ちょっとガーナね、ガーナあった、あった、あるやで。多岐多様にわたるね。そうこういう感じで、色にこだわってるなってのすごい分かるわ。今回上何色の方がいい？白と黒と。ね俺はねこの組み合わせ、うん、黒と、僕も黒、あ黒、うん、これ何、これミント、ミントこの組み合わせかっこいいな。かっこいいです。あこの今までない色合いですよね、ミント。黒白ももちろんかっこいいんやけど、この組み合わせは熱いね。ありがとうな、ほんまに。じゃあもらう前提でいいよ。もらう前提や。ありがとうな、ほんまに。カオルちゃんはどっちのが好き？僕もね、ミント好きです。あ、ミントか。あ、マジか。まああれやもんね、レールジャパンではあんまりこういうミントとか珍しい。黒か白かって、黒か白か、そうやね。 T シャツも黒やな。そう、あ、T シャツそうやね。でも僕フェイスロゴはっきり見るんで白いいですね。あ、白 T な、うん、顔が結構はっきりしてんねんな、こっちの方が。そうやね、そして、ショートですね。そしてミント、これがあれやね、関係者の中ではこういうのですね。かわいい、はい、ありがとう。いやもらう全然なってるから。いやいや、ありがとうって言ってるだけ。あ、そうかそうか。感謝は大事。そういう気持ち大事は言うことかな。そうそう、言葉にしていこう。はい、そしてですね、こちらと合わせまして今回ですね、キャップもリリースさせていただきます。イエイ。キャップが出ます。はい、じゃじゃん。はい、こちらがですね、フレッシュキャップとエルジャパンのリミテッドモデルによるですね、ちょっとエディとラフェもうちょっと画像持っていこうか、画面。そう、はい、こちら、シカゴカブスのですね、通称サンダーになります。イエイ。はい、もうこれ見てね、かっこいい。ラフェこれもう分かるな、スニーカーキックさん。めっちゃおしゃれ。はい、今回はですね、エールジャパンのですね、こちらスニーカーコレクションボリューム1、うん、はい、あのスニーカーをですね、今回テーマにしたコレクションラインの第1弾といたしまして、今回サンダーを、リリースさせていただくことになりました。シカゴカブスサンダー。テンション上がるよ。テンション上がる。あげぽよ。あげぽよやな。ムラムーラ、アメリカムーラ、ムーラ、ヨシムーラ、ナカムーラ。こちらは今回、味噌になっているポイントなんですけど、これ見てかおるじゃん。はい。ベアロゴがね、ブラックベアになってるんですよ。ほうほう。黒クマ。これ今回非常にこだわったポイントになってます。そしてサイドパッチがこんな感じ。サンダーカラーですね。そしてバッターマンロゴ。いい色ですね、これね。そう、黒黄色。黒黄色。完璧でしょ。うん、で、フラッグがブラック。うんうん、そしてアンダーバイザーですよ。はい、黄色。渋いね、うん、はい、これ僕のサンダーですよ。よいしょ。じゃじゃん、こちら。これ新しく発売したやつね。こちらがですね、これ僕のやつなんですけど、フレッシュで持ってるね。そう、サイズ何持ってんの？あれ、俺サイズ26.5、うんうん、はい、フレッシュキャップでも現在も発売してるですね、こちら今年のジョーダンシリーズの中でこれナンバーワンちゃいますか。かっこいい。これかっこいいよな。かっこいい。はい、この伝説のカラーであるこのサンダーと色合わせバチバチ、こちらのですね、そう、オッケー、こんな感じかな。そうで完璧よ。完璧よ。そう、うん、こちら間違いないよ、5950シカゴカブス、通称サンダーですね。こちらもですね、フレッシュキャップとのコラボによるポップアップストア、2023年8月の27日日曜日に開催させていただくですね、ポップアップストアで発売させていただきます。はい、21時からですね、公式オンラインショップでも販売があるんですが、先行でですね、今回ポップアップストアでもう一回ちょっと、キャップで、ね、シカゴカブス通称サンダー、こちらとで、エディもう一回 T シャツと見せてあげてるアップル。はい、こちらこれですよ。今回キャップも熱いけど、エディアンドラッペルの SST、 そしてもう一回パンツちょっと見せておこうかな。はい、こちらを
リリースさせていただきますということで、今回はですね5950のエルジャパンリミテッドモデルによるシカゴカブスのサンダー、そして SSC のエディアンドラッペル、こちらのナイロンショーツのエディアンドラッペル、こちらを、今回リリースさせていただくのとですね、冒頭にもちょろっとお知らせさせてもらったんですけども、今回お見せしていないですね限定カラーも当日ポップアップショップではですね展開もさせていただきますので、皆さん8月の27日フレッシュキャップにねしていただければなと思います。何かありますか最後ラッペル。ああ皆さん、もう一回ありがとう。いつも何回も崎山つばさの応援すると、あのフレッシュカップの仲良くからみんなお願いします、応援する。ありがとうございました。エディ、何かありますか？いや、チェックだよ。皆様、これはリミテッドエディションから、どこでもない27来てないわ、すぐオンラインあるで、そうお願いします。エディとラフェと崎山、みんなファイナーから好きやからお願いします。来てない間違いないで、はい、でこれ入ったら分かるよね、ムラムラする出たムラムラするな。ほな当日は T シャツ買って、うん、ねそうや、 T シャツも着て、はい、どうしたらいい、そう T シャツも着て、でパンツも履いて、キャップね、そう、はい、これ履いてきてくれたら嬉しいね。そうキャップもセットでコンビネーション、うん、そうや、コンビネーションしたらどうなの、アメリカムラ in America ムラムラということで、ぜひですね、せっかくね今回エルジャパンで通称サンダー出ますんで、まあサンダー持ってはる方ね、ぜひ当日はですね履いてきて遊びに来ていただければなと、思っております。ということで、今回の動画ね、おもろかったけど、思っていただいた方、ぜひともですね、グッドボタンの方とチャンネル登録もね、よろしくお願いします。あと、今回のポップアップショップのですね、詳細に関しましては、私の公式インスタグラム、そしてエルジャパンの公式インスタグラムにてですね、情報を発信していきますので、ぜひこちらの方ね、フォローしていただいて、今回のポップアップストア、情報ね、お待ちいただければなと思います。そして、当日ね、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。ということで、皆さんね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。See you, 27。